新四月橋は、東京都墨田区八広と葛飾区四月の間の荒川に架か,かる国道6号の橋である。並行して流れる綾瀬川に架か,かる新四月小橋を含めて呼ばれることもある。荒川の川口から約 8.7km の地点に架か,かる橋で、左岸は葛飾区四月三丁目地先で、右岸は墨田区八広六丁目地先に至る。 橋の全長は五百四十七点八メートル、福音六点二五メートル、最大島長八十点八メートルの鋼連続箱下橋で、歩道は福音点二五メートルで、橋の下流側のみに設置されている。左岸側は荒川と綾瀬川を隔てる背割り堤に、長さ七点一メートルの橋台を挟み、綾瀬川に架かる橋長六十八点五メートルの橋に、 接続する。河川区域外にある橋の前後は取り付け効果に接続する。左岸側の取り付け効果は国道6号と立体交差するため上り線と下り線に高低差がある。上流側に4つ目標が掛けられているが、橋軸が河川に対して80度の車角が付けられた射橋のため、左岸側は約四十メートル、右岸側は 約120メートルほど4つ目橋から離れている。橋の管理者は関東地方整備局東京国道工事事務所である。また、災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。新四次橋1952年7月30日に新四次橋が永久橋として開通したが、橋の前後で 慢性的に渋滞が発生したことから、引船川通りを延長する形で、国道6号の川下川に、新橋、さらさら4つ目標を建設。1969年10月着工され、1973年4月5日に、竣工し、共用を開始した。橋の製作は、汽車製造が行った。 なお工事中の1969年4月4日に、新工法のリングビーム工法を用いて7号橋脚の橋脚基礎建造中のところに、水止めの鋼板が崩壊して水没する事故が起きている。この事故で作業員8人が死亡し、工事を受け負ったまくの現場責任者らが書類送検された。訴訟も起こされたが、 1983年5月23日不可抗力として、東京高裁の無罪判決が確定している。建設省はこの事故を受けて、軟弱地盤や、推進の深い場所においてこのリングビーム工法を、使用しないよう各自治体に通達を出した。2007年道路整備特別会計から公費2346万7500円を、 計上して、橋脚の補強工事が行われた。ありがとうございます。